ヨハンクリスチャン、ファブリチウスヨハンファブリチウス、またはヨハンクリスチャンファブリチウスはデンマークの動物学者である。特に節足動物を含む昆虫学の分野で業績を上げた。カール・フォン・リンネの弟子で18世紀の最も重要な昆虫学者である。1 0 0 0 0種近い動物を命名し、近代的な昆虫の分類の基礎を築いた。当時、 シュレースビヒ公国に属したテュナーに医者の息子として生まれた。1762年にコペンハーゲン大学に入学し、その年の暮れ、ウプサラのリンネのもとに行き、彼のもとで2年間学んだ。コペンハーゲンに戻った後、父親の資金援助のもとで昆虫の分類的研究に専念し、1775年に研究を発表した。1770年に、 コッペンハーゲン大学の教授に任じられ、1776年に、キール大学の自然史、経済学の教授となった。キール大学は、自然史博物館と植物園を新設した。何度か職を辞そうとしたが、学生たちが、デンマーク王で、シュレースビヒ公のクリスチャン7世に留任を要請する、ことによって思いとどまったこともある。キール大学に在職中に、 博物学者のジョセフ・バンクスや、昆虫学者のドリュー・ドルリーの標本の調査に、ロンドンを訪れ、晩年は、パリで、博物学者のジョルジュ・キュビエや、昆虫学者、ピエール・アンドレラ・トレイユと会見した。多くの著書を出版し、9776種の昆虫を記載した。ファブリチウスのコレクションは、ロンドン自然史博物館や、パリ自然史博物館、オックスフォードの ゲネラインセクトレムリニーファブリッキーアイコナブスイラストロタの図版ヨハンクリ2010年9月14日閲覧ウィキメディアコモンズにはヨハンファブリチュースに関するカテゴリーがあります j ファブルは植物の学名で命名者を示す場合にヨハンファブリチュースを示すのに使われるありがとうございます